今日はですね、栃木の安さんに取材に来てます。もう30年ぐらいですかね、 4AG とかそういうのをやって、昨日ビデオ撮りましたけど、86に関してのまあスペシャリストですけれども、ずっとそれが続いているということで、来てますが、もうね、何十年も前に生まれた車がこういうふうにして綺麗にされて復元されていくっていうのがね、今また昔の86ですね、乗る人が結構多いみたいですけども、ボディがね、やっぱりやれてるのが多いんでね、こういうふうにして仕上げて、新しい車として再生させるっていう、まあこれに乗せるエンジンもノーマルじゃなくて、ある程度トルクがある 4.5AG とかの、まあ、4スローじゃなくてシングルスロットルでっていうのが結構多いみたいですね。でやっぱり年配のお客さんが多いんで、こういうボディからしっかり押して、やるという感じのやつがやっぱり最近は多いみたいです。以前、山崎さんにお聞きしたのはこの例えばリンケージとかそういうので、あとはドアの閉まり音ですね、そういうのをしっかりするということで、全然違う新しい今の時代の86を作るっていうことでいろいろ考えてやられてるみたいですね。防音材とか遮音材とかそういうのを使って、いろんなそのまあ今の時代のニーズに合ったものを作るっていうことでしょうね。という感じでいろいろお話を聞いております。